ルカチャンネル2022。皆さんこんにちは。どうも、ルカスです。8月も半分終わって、夏休みも後半に差し掛かっているんですけど、みんな夏休み楽しんでます僕に関して言えば、マジで楽しんでないんですけど、そう思えばそうなんですけど、楽しんでると思えば楽しんでるんですけど、なんか何なんか宴みたいなことはやってない。なんかちょっと海行って、なんかそれを一生楽しんだってことにしよう。ただポジティブに考えてるってだけです。そんなしょうもないつかみの挨拶はいいとして、じゃあ早速本日も行きましょう。はい、こちらなんですけれども、ブログにも書いてて、ハテナブログっていうブログを始めたんですけど、まあ、なんか、文面の方がいいなと思う人はそっち見てもらって。ここでは、まあ、それをね、基本として話していくんですけど、そもそも海行った？そもそも海に行きましたか？行きませんでしたか？答えてください。まあ、海行ったらそれはそれでね、楽しいと思います。浮き輪使ったり、バレーボール、あ、じゃあビーチボール？ビーチバレーね。ビーチバレーとかをやったりして、楽しめると思うんですけど、海に求めるものが何か。海に対して求めるものって違うじゃんよ、人によって。ただそれは、例えばじゃあいかに料理が海の家の料理がうまいかじゃんってやつもいるし、人混みがどれぐらいで、どれぐらい人がいるんだろう、人がどれぐらいいて、ここどれぐらいなんか人気のスポットで混雑してるじゃんよ、混雑してないじゃんよっていう人がいると思う。だけど私ルーカスに関してはですね、海の透明度というか綺麗さというか、あ、まあ、マジしょうもない、まあ、しょうもないと思うなら、まあそれはどうぞって。夏海行って、まあ例えば代表的なところを挙げるとするならば、湘南とか沼津、熱海、出雲ありますね。あ、関東近郊、あ、近いからね、行こうって。私個人の話をすればマジで贅沢です。そもそも海ができる仕組みっていうのが、近くに川がありますと。それ川って海と繋がってるじゃないですか。川の下流の方だから、海と繋がってる方はまあだいぶちょっと潮の匂いがする。上流からこう山からね、新鮮な天然水のアルプスみたいのがこう流れてきますと。でこれで、じゃあそれが海に流れていきました。で流れてくる時に一緒に石ころとかなんかいろいろ持ってきますと。プレゼントですよ、海に対してプレゼントをしようとっていう意思を込めて持ってきます。海は、あ、そんないりませんっつって、そこら辺にこうポイポイ捨てちゃうのね。だから彼女に対してプレゼントとか渡しますと。困るのような高級ネックレスとかでしたと。でそれで翌日オークションサイト見たらゴリゴリに売り出されてたと、みたいなような感じです。だから海もプレゼントもらったけど、あ、ありがとうみたいな感じで一回受け取るんだけど、その最終的にどっかにこう捨てちゃう。でその捨てた砂とか、ね、砕けた石ころとかが溜まって砂浜ができるじゃん。じゃあなんか例えば沖縄の、まあ沖縄だけに限らないけど白い砂浜、あれってなんじゃんよって思うと思うんですけど、まああれに関しては人工的にね、砂をこう持ってきたと。白い砂があるところって基本的に人工なんです。まあ近くに川がある砂浜だったらこれは絶対自然ですと。ここまずポイントなんですけど、まあなんか当たり障りのない話をしてるように聞こえると思うけど、まあ実際沖縄に僕何度か行ったことがありまして、沖縄でもね、本島よりやっぱり離島のさ、その島の名前はね、宮古島じゃんよってところなんですけど、宮古島ってすごくて、沖縄で唯一ハブいないですよね。他の石垣島とか西表島とか、その沖縄本島とかはハブいるんですよ。宮古島ハブいないんですよ。何個か島あるんだけど、なんか一番観光にも向いてると。石垣のマイナスポイントが遊泳禁止の場所が多いから、クラゲとかいるのか知らないけど、石垣島と他の島の評価ってなんか50歩100歩であんま変わらない。宮古島だけちょっと群を抜いて、あ、なんかすげえじゃん、あ、なんかこれだけ頭角表してるな。まあだから最悪の世代の中で言ったらルフィみたいな状態なんですよ。宮古島がルフィ状態。ちょっと話が脱線してるんです。関東の海には僕は行かないです。関東の海行かないっつって、めちゃめちゃブログで行ったみたいなこと書いてて、何こいつふざけてんだろうって分かってる最中だと思うんですけど、もし仮にね、お金があって一人でですになったら、まあ行かないよね。いや、バカじゃねって思うんだけど、あんだけ綺麗な海があって、いや、人工だとはいえよ。なんかわざわざ、なんか2時間とかかけて行きますって。だって飛行機とかお金はもちろんかかるし、だったら綺麗な海行かねってなるんですよ。ちなみに宮古島は東洋一美しいビーチっていう与那覇前浜っていう場所があって、まあ、そこにも何度か足を運んでるんですけど、なんかあそこ行ったらハワイ行かなくていいよねってなるんでね、逆に。海は絶対沖縄行った方がいいよね。まあ、せいぜい、100歩譲って伊豆だよね。伊豆だったらまだいいんじゃない？まあ、だからなんかランキングすんだったら湘南一番下じゃん。海浜辺ランキングすんなら湘南一番下じゃん。与那覇前浜が一番上じゃん。だから、なんか海の家とか、飯が重要な人は、まあ、ぜひ、湘南とか行っていただいて。いや別に海の家いりません。でなんか別に食事はなんかそこら辺でお願いしますって買いました。それで OK です。あ、というかホテルで後で食いますとか全然いいと思うんですけど、だから海行くのが食べ物大事です、ナンパ目的ですみたいな人はぜひ湘南とか行っていただいてって感じなんですけど、僕に関してはゴミなんでナンパしません。なんか海行ってナンパするやつの気持ちが理解で、財布持って浜辺歩いてると飯食うみたいな誘いはあると思うけど、こっちに行きたいです。
こっちに行きたいです。で、こう通ってきて、何個かの店を通るじゃんよ。あ、兄ちゃん、ちょっと飯食ってっかって言われて、で、ご飯食べてるから、断るじゃんよ。悪い、俺もう飯食ってんだ。それ俺戻ってくるじゃん。戻ってきたら、もう一回なんか、兄ちゃんは本当にいらねえのって、いや、だからいらんって言うとるやろ。言うね。ちょっと怒りを表して、ちょっとなんか頭角を見せる。そしたら、なんか水かけられました。何歳がてめえって聞かれて、17って、バカ正直に答えたら、なんか水かけられました。なんでなんでなんで。もうはっきり言う。うんざり。邪魔。まあなんで僕は関東の海には行かないことをおすすめします。関東の海だけかわからないけど、よくわからない、水に刺されます。ブログ読めばわかるんで、そちらはブログポンって読んでくれればいいかなと思うんですけど、僕はね、未だにその刺す水、その水の正体を、ジンベエの魚人柔術だと思ってます。魚人柔術、唐草川原聖天。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルとグループチャンネルの登録もよろしく。目指せ登録者10万人。張り切っていくぞ。